番号148どの値をご指名かしら。よし、ホルは…バーニスとシーザーの方は大丈夫そう？シーザーはもう寝てましたわ。あれで結構、ルーティンはかっちりしてる方ですのよ。バーニスの方なら俺が手を打っておいて、丸い一日スパーリングに付き合ってやったからな。さすがに俺も応えた。今日出会うエーテリアス…お黙りなさいですわ、ライト。そもそも、あなたがニトロフューエルをきちんと…では参りましょう。この件は。カーサですわ、あそこに。急ぎ参りますわよ。じゃあ、ないようだな。やるじゃない。ごめんね。
ですわ。誰かを待っているようですわ。来たよ、言われた通りね。誰かいないの？約束を違えた。モルス、一人でと言った。何言ってるの？約束のものを渡して。それには相応の代償がいるな。いっそ イノシシどもから取り立てるか。おい、今のはまぐれじゃないぞ。遠慮はいらないってわけですわね。モレス、母さん、まとめて分からせますわ。おろ、シーザーからの信頼を知ってて、僕もこんな真似が。ゼロプスさん、待ってるし、ちょっと近づいてみましょう。あなたは現行犯でしてよ。何を弁解するって言うんですの。一体どんな便宜を図ってもらったんですか。人間に触れちゃった。それは勘違いだよ。これは町が生きていくのに今すぐ必要なものなの。ガソリンスタンドが枯れちまってから町は本当に痩せ細っている。逃げる気ですわ。追いますわよ。シーザー、どうしてここに。シーザー、落ち着いて聞いて。町長と覇者の手下が。よせ。知ってる。これ以上物資をフォローに置いとけねえ。母さん。全部持ってけ。え？久しいな、カリュドーンの子シーザーよ。ビッグダディのそばにいたあの小娘が部下を連れて俺の部隊に足をかけているとはな。覇者ポンペイ、カリュドーンの子は今もまだあなたを連盟の王者と認めてはいますけれど、ここに現れたからには納得のいく説明を聞かせてもらう必要がありますわ。セクナ、いずれ知るであろうことよりも今はより差し迫った問題がある。シーザーよ、ここにある物資は我々トライアンフがブレイズウッドに供与すると約束したものだ。貴様は町長がこれらを持ち帰ることに何ら意義はないとそう言うんだ。ポンペイおじ様、人をバカにするのも程がありましてよ。待て、ルーシー、お前と母さんが前に言い争ってたことは全部聞いてるぜ。この箱の中身も確認したが、確かに食料と薬だ。嘘はついてねえんだろ。こいつの出所はともかく、町に必要な物資なのは確かだからな。けど母さん、お前らが困ってんならどうして俺らに助けを求めなかった。ずいぶんよそよそしいじゃないか。シーザー、最初はそうしようと思っていたのさ。ただその時ちょうどあんたがツールドインフェルノの資格を得たって飛び込んできて、町を一時的な拠点にさせてほしいと頼んできたろ。昔からブレイズウッドはカリュドーンの子に助けられてきた。なのにここ一番で恩返しもできないどころか、心配の種を増やすようじゃ立つ瀬がないじゃないか。それで私たちの情報をトライアンフに売ることがあなた方の考えた恩返しだったんですね。情報を売る？待ってルーシー、それは誤解だよ。トライアンフとの取引は工芸品の加工を手伝う代わりに物資をもらうってだけさ。こいつの言う通りだ。ブレイズウッドは依然として貴様らの側だ。だが俺は覇者として、土地の民が願うなら見て見ぬふりはせん。
取引の場所をフォローにしたいと言い出したのもカーサだ。トライアンフが町に出入りすれば貴様らの反感を買うだろうからな。俺もそれに応じた。連盟の輪を乱すことは我々の本意ではない。つまり私たちの動向が筒抜けだった件はあなた方とは無関係だと、そう言いたいんですの？小娘、物おじしない姿勢は立派だが、引き際をわきまえなければただ無礼なだけだ。いいか、俺がここに来たのはこの件を解決するためだ。今日ブレイズウッドから届けられた工芸品の中にこいつが見つかった。これは盗聴器。モルス、この瓶には重油が入っていたはずだ。俺たち旧油田エリアの生命線、その象徴がな。なぜこんなものが入ってやがる？それだけではない。このところブレイズウッドに届く物資が約束の量に満たないそうだ。何か知っているだろう？ポンペイの親分、俺はマルス。ツールドインフェルノへ貴様の態度を許したのは断じてこのような小細工をさせるためではない。覇者たる我々が仁義を守らぬ連盟なんぞに誰が席を置きたがる。我々が一つになれないのなら誰が旧油田エリアを守るのだ。ポンペイの親分、申し訳ありません。俺が間違っていました。俺はまともではなかったんです。この件は全て俺の責任。どうか罰を。罰だと思い上がるな。貴様が台無しにしたものを貴様一人への罰で贖い切れるとでも思うのか。カリュドーンの子並びにカーサよ、モルスは俺の部下。こいつがしでかしたことの責任はこいつを正しく導かなかった俺のものだ。覇者としてこの件は俺が叱るべき保証の席を負う。ふん、ご大層なスピーチですこと。それでどのように責任を取るおつもりですの？最近旧油田エリアに隣接する複数のエリアと提携の協議をした。俺たちが燃料の一部を提供することを条件に、今後は他のエリアを経由して旧油田エリアの劣化したパイプラインを再建することができる。それはうちの町への燃料供給もどうにかなるってことかい？そうだ、あと3ヶ月もあれば供給が戻るだろう。それだけでなく複数のエリア間で道路を共有する協定も結んだ。これにより旧油田エリアは新たに少なくとも5本以上の輸送ルートが開拓できる。カリュドーンの子よ、これからの半年間そのうち3つのルートを貴様らに任せるつもりだ。それなら文句はあるまい。つまりせっかく手に入れた利益を明け渡してくださるということですわね。このところルートの抽選では貧乏くじを引き続けているようだからな。埋め合わせをしてやってもいい頃合いだろう。新たなルートは利益も生むが相応のリスクがある地域を通過することになる。ちょうど腕に覚えのある走り屋が入りようだ。ただし条件もある。この3つのルートで貴様らには困窮している地域住民を支援してもらう。当然このルートを担当する以上は後に続くチームにも同じことをしてもらうがな。どうだ？おい、ルシー、この条件はどう思う？ポンペイの話飲んでもいいやつか？もし出任せを吐いているのでないなら、私たちとブレイズウッドの長年の問題がまとめて解決できますわ。それに私たちがルートを開拓しておけば他の走り屋にとっても食い縁が増えることになりますわね。そういうことか。悪くない条件みてえだな、おっさん。けど前提を履き違えてるぜ。ツールドインフェルノが終わった後、
誰が覇者で誰がルートを差配すんのかはまだわかんねえだろ。俺様が覇者になったら絶対おっさんよりフェアにやってみせるかな。偉そうな口を聞く。それは皇帝と捉えていいんだな。ああ、そう捉えてもらって構わねえぜ。シーザー、こいつは今書いた念書だ。取っておけ。ルートの件はもう間もなく正式に発表される。次はツールドインフェルノでまみえるとしよう。